はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、最近お気に入りのこちらクッションファンデとクッションファンデの上手な塗り方をやっていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。はい、まだ私の動画チャンネル登録していただいてない方、応援を含めてチャンネル登録よろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横にありますベルボタンをクリックしていただいて、私から時々来るお知らせを受け取ってください。はい、では早速やっていきたいと思います。はい、では最近お気に入りのクッションファンデーションはこちら、銀座ステファニー化粧品から発売されている素肌美アルーチェクッションファンデーションになります。こちらのクッションファンデーションの特徴は、ちょっとごめんなさいね、はい、こちらのクッションファンデーションの特徴は、高いカバー力と真珠のようなツヤ肌へ。ねえ、真珠のようなツヤ肌ですよ。実際にね、私も使ってみましたが、このツヤ感がね、すごいお気に入りなんですね。本当にね、ツヤがすごいんですよ。で、お色展開はですね、ナチュラルベージュと、あとナチュラルオークルの2色展開になります。今回私が使用するのはナチュラルベージュになります。特に私たち40代50代向けに作られたクッションファンデなんですね。私ね、クッションファンデーション、まあ、前からね、言ってますけど、クッションファンデーションね、大好きなんですよ。手軽だし、お化粧直しにも最適ですからね。それに、忙しい時、朝時間がない時やお休みの時など、パパッと簡単にできるのもいいんですよね。この素肌美アルーチェクッションファンデーションには美容液成分が約 70% 配合されているそうで、その他に SPF50+、 それから、PA4+ なので、紫外線対策もバッチリですよね。美容液成分がこれだけ入っていると、これからの乾燥の季節に嬉しいですよね。それから光を反射させてシワや毛穴を目立たなくさせるソフトフォーカス効果もいいですね。では実際に使用していきますね。皆さん結構クッションファンデの塗り方難しく考えていらっしゃる方多いようで、私のメイクレッスンに来ていただいた方やコメントでも、たくさんつけすぎちゃう、ベタ塗りしちゃうというお話をよく聞きますので、クッションファンデの塗り方もしっかりやっていきますね。スキンケアまで済ませてあります。まず化粧下地はいらないので、スキンケアをしたら塗布していきます。ここでも気をつけていただきたいのは、スキンケアをよくなじませないでクッションファンデを塗布すると化粧崩れやよれにつながりますので、2、3分置いてから塗布しましょう。塗布する前にクッションファンデをつける量を確認していきます。スポンジに取りすぎると厚塗りやよれの原因につながりますので気をつけてくださいね。このパフはクッションファンデのために開発をした特殊なパフなんですって。柔らかいし、ファンデーションを取りやすく肌に密着させやすいので、とても綺麗につくパフですね。まずはお顔の広い部分から塗布していきます。塗るときはこするのではなく、このようにリズミカルにポンポンとのせるように塗布していきます。目の周りなど左手で少し引っ張るようにして塗布しましょう。こすったり滑らせないように
優しく叩き込む感じです。まずは分かりやすいように半顔だけ塗布しますね。カバー力、ツヤ感、お分かりいただけますか？では全体に塗布しますね。全体に薄く塗布したら、気になる部分は上からポンポンと重ねていきましょう。最初から厚塗りは絶対にダメですよ。老け見えの原因につながります。どうでしょう、このツヤプルッと感。ではここでこの素肌美アルーチェクッションファンデーションと同じ銀座ステファニー化粧品から素肌美クッションチークローズピンクと素肌美ビューティールージュピンクベージュも発売されているので使用していきますね。とっても可愛いカラーで肌写りもよく使いやすいので私は好きです。このチークはクッションファンデと同じ処方なので、クッションファンデのツヤ感をキープしてくれます。ニコッとした一番高いところからポンポンと塗布し、耳の高い位置をめがけてポンポンしていきます。その後ニコッとした高いところに重ねて塗布します。乾燥が気になったりツヤ感を生かしたい場合はそのままでも OK ですが、メイクが崩れやすい、カバーを重視した場合お粉をしても OK です。その場合チークの跡がおすすめです。リップは筆ペンタイプなので塗りやすく、トリートメント効果もたっぷり入っています。そしてこちらのリップは無添加なのも嬉しいですよね。はい、仕上がりました。ツヤツヤですね。私はクマがひどいのですが、コンシーラーを使わなくてもしっかりカバーできています。はい、アイメイクも終わって戻ってきました。いかがですか、このツヤ。薄付きなのにしっかりカバーもできてるし、普段使いしていますが崩れにくく、よれにくいのでお気に入りです。あとね、一番気になるのが乾燥によるシマっぽさなんですけど、まず肌自体は乾燥しにくくて、ね、しっとりしてますね。シワっぽさもないですよね。いかがですか、私のお気に入りだけありますでしょう。このクッションファンデにご興味がある方は動画説明欄にリンク貼ってございますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。